群馬県立前橋高等学校。群馬県立前橋高等学校は、群馬県前橋市下沖町に所在する、公立高等学校。男子校。通称は、前高、か、前田か。1877年、明治10年の開校で、卒業生数は3万人超。現在は2、3年生は8クラス、1クラス約40名、1年生は7クラスで、 三学年で23クラス、約920名の生徒、男子のみと、約60人の職員、他に非常勤講師、学校移藤からなる。群馬県立前橋高等学校は、1877年、明治10年9月、東群馬郡ぐるわ町の旧前橋城内に、設立された公立の第17番中学とね川学校をルーツとする。その後、 1879年、明治12年6月に、利根川学校を閉鎖し、市販学校内に、群馬県中学校を開設する。その後さらに名称、設置場所などの幾多の変遷を経て、1901年、明治34年4月に、群馬県立前橋中学校となる。その当時は、校舎は、東群馬郡幸運分村、現、前橋市向運町に所在していた。 1912年、明治45年には、生徒定員は600名であった。1934年、昭和9年8月には、昭和天皇の行行に合わせて、校舎を、前橋支店川原町、現、文京町に、新築、移転する。1939年、昭和14年には、生徒定員1000名となった。1948年、 昭和23年、学生改革によって、群馬県立前橋中学校は、群馬県立前橋高等学校と改称、改変。4年後の1952年、昭和27年、失火により、校内建築物は、公道と体育館を除いて全焼した、間もなく再建された。当時の校舎復興に尽力した生徒の母親たちの、組織が、前橋高校母の会として残り、 PTA とは別に現在も活動中である。子供の数の増加に伴って、定員も1956年、昭和31年には1200人、1964年、昭和39年には1350人と、増加していった。1979年、昭和54年、天川地区の区画整理事業によって、高知南川の道が拡幅されることに伴い、 校庭が道路用地として大きく削られることになったため、前橋を沖町に新築移転した。下沖の高地は天川源の高地に比べ二倍近い広さがあり、野球場と一周四百メートルのグランドを別に設置している。なお、移転の際、生徒たちが前橋高校の後期を先頭として自分の使う机を担ぎながら、文京町から下、沖町まで移動した。 交渉は、アルファベットの前橋を図案化したものである。旧制中学校時代はその中央上に漢字の中を配置していたが、戦後申請の高等学校になってからは、中の文字を漢字の項に改めている。校歌は1917年、大正7年に生徒の発議によって作られることとなり、はじめ生徒から歌詞を募ったものの修作はなく、かつて、 前橋中学校に在籍し、当時は小説の執筆や民謡の作詞等で名を知らた平井晩村に依頼することとなった。平井晩村は八方から依頼されている原稿を差し置いて作詞に専念し、作曲は平井晩村の紹介で大須賀小辻氏を通して依頼された東京音楽学校の中田明昇華総春夫の作曲で知られる。夏の思い出の作曲で知られる。 中田義直の父の手でなされた。校歌も交渉と同じく戦後の学生改革の際に4番最終章の我らが前橋中学校の部分が我らが前橋高等学校と改められた。応援歌と外戦歌は1918年、大正8年に野球部が甲子園出場をかけて北関東大会に出場し決勝まで進出した際、 茨城県龍ヶ崎中学校、現、龍ヶ崎第一高等学校との決勝戦が、行われる龍ヶ崎で後輩の応援にやってきていた、前橋中学校野球部 OB の八代修司、当時東京帝国大学在学中が、やはり応援に来ていた、当時の桜田氷校長の依頼で、一夜のうちに作詞したものである。メロディーは、当時旧制高等学校や、大学の応援団などで歌われていた、 応援歌等のメロディーを即席で拝借したものであると、前橋高校103年誌に寄せられた、八代の文にある。この時の決勝戦では敗退して、甲子園出場はならなかった応援歌と外宣歌の歌詞には、倍を含めみて、うどん歌、外周一色、百連、鉱馬、哀れ円弱、応援歌、マスラを、高慮追にを得て、外宣歌などの、 和漢の古典を出典とする語が多用されているのも特徴である。なお、応援歌と外線歌は、制定以降長らく交渉によって受け継がれてきたが、1978年、昭和53年に、公式野球部が春の選抜に初出場した際に、曲は当時の音楽家教師であった、栄長新一によって採付され、歌詞は、阿部塚博久ら、当時の国語家教師によって確定された。 前橋高等学校103年史による。校歌は1番より4番まであるが、野球応援の時などは1番と4番のみ歌われることが多い。式展示は全番歌われる。全中、全校動総会総会の際は、4番の末尾の1回目は、我らが前橋中学校、2回目は、我らが前橋高等学校と歌われるのが、習わしとなっている。 新入生は、入学直後に応援団による、校歌指導という伝統行事があり、校歌と応援歌、外線歌を覚える。当校のウェブページにて、校歌、一番のみと応援歌、外線歌を視聴することができる。男子校の伝統でもある金ネボッタン5個の黒爪理学生部区、1学年では、芸術、音楽、美術、書道から一つを選択、閣技、剣道、 柔道から一つを選択の選択の他は、全員が、同じ教科、科目を履修する。二学年では、文系と理系に分かれ、文系では、地歴科で、日本史または、地理から一科目を選択する他は、全員が、同じ教科、科目を履修する。理系では、理科で物理、または、生物から一科目、及び地歴科において、日本史または、地理から一科目を選択する他は、 全員が同じ教科、科目を履修する。三学年では、文系では、地歴科で、日本史または、世界史六単位のいずれか一方、あるいは、日本史三単位、世界史三単位、または、世界史三単位、地理三単位のいずれか一方、主として、東京大学志望者向けの四種類の中から一つを選択する。さらに、探求物理、または、探求科学、 または、探求生物の中から2科目、あるいは探求リーディングのいずれか一方を選択する。理系では、地理歴科と理科で選択科目があり、2学年と同じ教科を基本的に選択するが、地理歴科において、日本史及び地理の代わりに世界史を選択する者が例年数名おり、授業が開講されている。それ以外は、全員が同じ科目を履修する。なお、 選択科目に関しての詳しいことは、前橋高校の HP を参照のこと。このほか、総合的な学習の時間もあり、1.2学年では、年間を通じて、研究や調査を深め、研修旅行などの成果も踏まえて、年度末に論文をまとめ、優秀な論文は、論文発表会で発表されるとともに、論文集としてまとめられる。3学年では、小論文執筆のための様々な、 学習を行う。各学年とも自分の進度に密接に関わる調査、研究を通して学習を進めるのが特徴である。授業は1年次から大学受験を明確に意識したものとなっている。そのため、授業65分後コマの進度は早くハイレベルであり、定期試験の難易度は高い。宿題も数学などを中心にほとんど毎日課されており、 週末にも、週末課題と称して、多くの課題が課されている。始業前や、放課後には補習も行われている。さらに、各週土曜日には、土曜登校学習と称して午前中3時間の補習が行われている。夏季休業中にも、1期、2期、3年生のみ、3期に、わたって、それぞれ5日間ずつ補習が行われる。冬季休業中、春季休業中にも、1、 2年生対象に、それぞれ5日間の補修が行われる。なお、下期休業中には、四学高原方面において、学習合宿が実施され、3年生が6泊7日、1、2年生が合同で4泊5日、多くの生徒が参加し、1日10時間以上の学習に取り組んでいる。また、当期休業中を中心に、当期集中学習会と称する自学自習を行う。 行事が3年生において行われ、毎年多数の3年生が受験直前の実力要請に励んでいる。前橋高校における代表的な行事としては、文化祭、高葉祭りと高崎高校との対抗スポーツ大会である定期戦、音楽三部による定期公演、うどんげが挙げられる。これらの行事は、生徒が組織する実行委員会によって、企画、 運営がなされている。他に、年に2回行われる校内競技大会、研修旅行、修学旅行、遠足、OB 講演会なども開催されている。過去に、約8キロメートルのコースを走る、全校マラソン大会が行われていたが、ベージア前橋モール店が、学校通りにオープンし、周辺の交通量が激増したことで安全面の問題から2000年。 平成12年度を際に実施されなくなった。また、1997年、平成9年まで、毎年1月に予選会が行われてきた。これは、群馬県民会館、現在は、ベーシア文化ホール、後に、前橋市民文化会館で実施され、かつては、芸能人を招いてのコンサート、後には、お笑い芸人等を招いて、ショーやコントを鑑賞する会であった。 これは開校記念式典とセットで行われていたが、1998年、平成10年より実施されなくなった。なお、開校記念式典は毎年秋に時期を移し、OB 講演会とセットで体育館で実施されている。前橋高校では部活動が非常に盛んである。2002年春の公式野球部の甲子園。 選抜出場をはじめとして、剣道部、卓球部、陸上部、軟式野球部、弓道部、山岳部などが県内で高成績を上げており、群馬県高校総体の男子総合成績では、2007年度の総合2位を筆頭に、ここ数年は総合成績で3位以内にランクイン、2017年度には総合初優勝を果たしている。また、 全国大会に出場する部も毎年複数ある。また1978年春の選抜出場時には、太比英山高校戦において、松本実の投手が完全試合を達成した、春夏を通じ甲子園大会史上初。このことは、高校野球ファンのみならず、全国的に有名であり、4番、ピッチャー、背番号1、横尾一著では、 松本のその後の歩みが取り上げられている。なお、松本は2007年度まで前橋高校で体育教師、野球部監督を務め、前述の通り本校を24年ぶりの甲子園に導いた2008年度より群馬県立中央中等教育学校に移動。また、文化部の活動も盛んで、吹奏楽部をはじめ、 全国の高校でも数少ない男性合唱に取り組んでいる音楽部、百人一種カルタ部、書道部、美術部、演劇部、囲碁部、将棋部、鉄道研究部、マンドリンに親しんでいたことで知られる OB e の萩原作太郎にちなんで結成された歴史を持つギターマンドリン部、テレビ番組でもその活動ぶりが紹介された全国的にも珍しい大道芸部などがある。 クイズ研究同好会や家庭科同好会などの同好会も存在する。2007年、平成19年に県内の県立高校の中でも最も早く教室棟の全普通教室にエアコン設備が設置された。当初は補修や模擬試験の際に運転されていたが、現在では授業時間中も運転されている。校内の西、正門を入って、 右手に位置する建物。1979年、昭和54年の前橋市天下は原町。現在は、文京町から現在の河沖町への校舎移転、工事室の際、天下は原町の旧校地にあった第二体育館を移築したものである。なお、この第二体育館は、1934年、昭和9年に校舎が、 幸運町から天下は原町に移転した際に建てられた生徒非会所、朝礼などが行われで、1952年、昭和27年に校舎が全焼した際も焼け残り、新校舎の完成までは仮教室として使用されていた。下沖町に築後の現在では記念館と呼ばれ、卓球部の活動場所としてのほか、体育の授業や学年単位の集会等に使用されている。 校舎の東に設置されている。昭和55年に下沖町移転に伴って同窓生の寄付金をもとに新築された。設計は同窓生の斉藤君を。1階が学生食堂、2階が会議室兼自習室。学期中の平日は基本的に1時まで利用できる。3階が各種文化部の活動室と部活動などの合宿のための宿泊施設として使われている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。